スレターブルース、サンハウスの、まあ、一番代表的な曲なんだけど、ずっとねこれ弾いてきてるんだけど、どうやったらこう、まあ、サンハウスの間っていうのを出せるかっていうことをねすごい考えてきたんだけど、まずは手の動きだよね。手って言ってもスライドだからこっちってみんな思うんだろうけど、こっちじゃないんで、もうやっぱりそのタイミングっていうか間を出すのはもうこっちなんだよね。こっち右手、右手で、まずよくあるそのサンハウスの YouTube に出てるビデオなんか見ると、みんなやっぱりとてもこう目が行くところっていうのはこの右手だと、やっぱりこうなんだかよくわかんない、こんな動きしてるじゃん。でこんな動きっていうのが、でもやっぱりこれがサンハウスの間を作る動きだっていうことはやっぱり分かったんで、それがまず最初の例えば出だしのとこが、でもうここでこんだけこう上がんないとじゃないしね、まあこういう動きなんだ。でね、次なんだけど、その右腕のこの上がりがとても強調されるからさ、こっち目が行きがちなんだけど、そのこの次のスライドだよね。ここまではいいんだけど、このスライドが要は人差し指でこう弾いてるんだよ。ってことなんだよね。だからこのたった一弦のこのね細い音なんだけど、これがすごい耳に残るんだよ。ってこと。でまあこれがここまで。でってやんね、みたいなね。みたいな風に、まあ完璧じゃないよ、完璧じゃないけどみたいなね、こんな風に入る。対してね、難しいそのアプローチ的には難しいことはやってないんだけど、やっぱりこの間なんだよね。でその次がじゃあどういくかっていうと、まあこれはねなんだかよくわかんないんだけど、まあ要はねこの結構こうやってるからこう弾いてるように見えるんだけど、割とね多分親指でしっかりリズムが刻まれてんだよね。ここまで。でその次がね、割とこれがねみんながこうまあいろいろ見てやってるのがってやってんだよ。じゃないんだよね。これがサンハウスはね、まあ俺は小指につけてんだけど、サンハウスはまず中指でスライド入ってくるね。
まだこのフォームじゃないんだよね。もうここ中指だけなんだよ。だからここでもやっぱりしっかりリズムがって入ってんだよね。で、ってやってん。それでね、ここでね、一番大事なことがね、これよりも大事なのは、この間を出すのにじゃあどうやるかってことな。でね、この間を出すのにね、やっぱり右手なんだけど、右手がね、まあ極端な話言うと回るんだよってことなんだよね。これでやっとここの間ができるんだよ。やっぱりなんていうの、リズムってこうよく跳ねるって言うんだけど、こういう直線的な運動じゃないんだよね。これサンハウスがやっぱり本当にね、よく教えてくれたのが、リズムって回ってるんだよ。それ、まあ、丸じゃなくてね、その楕円で回ってて、それどっかにこういうリズムが、今ラグビー流行ってるけど、こういうね、楕円でこうリズムが回ってるっていうことね。でまあこういうことなんだけど、まあこれでだから、まあさっきのっていうか、次の B の時も B っていうか、あの、あ、俺チューニングね、これね1音下げてんだよ。1音下げてるから、まあオープン G じゃない、オープン G の1音下げだか、オープン F になってるんだけど、次のここの時も一緒で、ってことなんだよね。でまあ通すと、最後おまけとしては、最後のエンディングなんかの、まあこれはただここ12フレットのところで回しちゃいいよね。でよくあるこれも、だから最後がこのこれのね、こういうのに行く前にダウンで入っていかないとダメってことだな。で行かなきゃいけないからね。ってことだよ。まあこんなとこかな。
10分も経ったね。まあ楽しんでください。